この企画は実際に初心者の方にトータルギターメソッドをお使いいただいて上達する過程を公開する企画です。女子高生のめぐちゃんにご協力いただいてます。前回メジャーモードというものをやりましたけど、今回はマイナーモードに挑戦したいと思います。前回のメジャーモードって3つ覚えてます？リディアン、うん、ミクソリディアン、うん、アイオニアン。その通り、リディアンとミクソリディアンとアイオニアン、これがメジャーモードになるわけです。今回はマイナーモード、これ結論だけ先に言っとくと、この間一番最初にエオリアンってやったでしょ、あれに加えてドリアンとフリジアンが追加になるんです。もう結論を覚えちゃうと、エオリアン、ドリアン、フリジアン、これがマイナーモード。言ってみて。エオリアン、ドリアン、フリジアンがマイナーモード。その通り。じゃあそれを詳しく見ていきましょうっていう感じで、またこの動画を見直したらいいので、 C メジャースケール、レから始めたらドリアンになるんです。次開くか、そこまで、これがドリアンになるわけです。今レから始めたじゃないですか。何ドリアンになります？ D ドリアン。 D ドリアンですね。次ミから始める、 E の音から始めたらフリジアンになるわけです。このようにですね、 C メジャースケールをレから始めたらドリアン、ミから始めたらフリジアンになるわけですね。で、名前もちろんレから始めるので D ドリアンってなります。ミ、E の音から始まるので E フリジアンになります。で、A から始まる A エオリアン、この3つ合わせてマイナーモードって言うんですね。マイナーモード3つ言ってみてください。 A エオリアン、うん、D ドリアン、 E ミクソニアン。あ、なんか違う、フリジアンですね。 E フリジアン。もういい、あの混乱の仕方をしてると思います。あんなこんなね、7つもなんとかあん、なんとかあんって言われたら分かんなくなるもんなんで、 A エオリアンと D ドリアンと E フリジアン、これもおまじないのようにまた覚えるといいと思います。で、今は何やってるかっていうと、これ全部ね、覚えなきゃ次いけないっていうことじゃなくて、こういうことがありますよって覚えておいて、で、後で本当にやんなきゃいけないときに、あの時名前で混乱したやつだなっていうのを思い出せば、後なんて後も入りやすくなるので、マイナーモードについて勉強してみる動画でした。それではご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。